8月8日木曜日未明、高松市総合体育館でパリ2024オリンピックレスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級決勝に進出した本市出身の日下尚選手を応援するパブリックビューイングが開かれました。金メダル目指して頑張れ。会場には未明の開催にもかかわらずおよそ90人の観客が訪れ、試合前から応援の練習を行うなど熱気にあふれていました。いよいよ日下選手の試合が始まると、会場はイケイケなーをイケイケなーをとコールが沸き起こり、うちわを叩きながら全員が一体となって熱い声援を送りました。試合は第1ピリオドにリードされながらも第2ピリオドで見事逆転、勝利して日下選手が金メダルを獲得すると、会場は大歓声とともに歓喜の渦に包まれました。めちゃくちゃかっこよかったです。最後諦めずにしっかりと戦い抜いたところだと思います。後半からでもどんどんずっと自分の攻め続けていって、押し出して点取るところがめちゃくちゃ痺れました。これからは追われる側なので、まあ、負けないように無敗でずっと勝ってほしい、勝ち続けてほしいです。明け方近くまで開かれたパブリックビューイング、訪れた人は眠さや疲れを吹き飛ばす日下選手の金メダル獲得に大満足の表情を浮かべていました。